ハイサイ大輔です。今日は面白い機材を手に入れたので紹介したいと思います。こちらオブスボットタイニー 4K です。Some might say that I'm a loner。はい、ということで本日のガジェット紹介を始めていきたいと思います。僕ね、結構このパソコンの内蔵カメラを使う機会っていうのが多くて、で例えばなんですけど、オンラインミーティングとか、あとは YouTube のライブ配信ですとかね、それからオンライン講座なんかをするときに、まあよくこのカメラを使ってたわけなんですけれども、ここのカメラってさ、自由度低いじゃないですか。例えば高さ調整しようと思ったら、こうやって画面ごとを調整しなきゃいけなかったりして、まあそれが結構こう億劫というか、あとはこのカメラの画角から自分が外れてしまうと、どうしてもまあカメラが自動で追っかけてくれるわけではないので、また自分でこう手を使って物理の再フレーミングが必要になってきたわけなんですけれども、これ使ってみたらね、便利すぎてもう手放せない感じになってしまってですね、なので皆さんにちょっと共有していきたいと思います。中開けてみますね。じゃん、はい、こういう感じになっていて、カメラが入っているんですね。これね、机に置いて使ってもいいですし、専用スタンドでこうパソコンに取り付けることもできるんですよね。でそれからね、この画質も見てほしいんですけれども、結構画質良くないですか。なんとね 4K なんですよ。 4K で、 4K なんで、ちょっとデータの転送が遅くなって、まあまあタイムラグ出るんじゃないかなっていう懸念が僕あったんですけれども、今使ってる限りではそういった懸念がね全部払拭されました。全くこのタイムラグっていうものもなくてですね、センサーもソニー製っていうことで、まあソニー好きのソニーのカメラばっかり使ってる僕にはすごく馴染みがあってね、いいなと思いました。ちなみにズームしても HD をしっかりと確保してくれますし、 1080p60fps もサポートしてるので、映像がそのカカカカカカカってコマ送りみたいにならずに、すごくスムーズなものとなっております。だから横移動にも強いっていうことですね。要するにまずちょっと中に入っている付属物から見ていきましょう。こんな感じでカメラ本体が一つに、ケーブル類、それからアタッチメントと、あとはパソコンに取り付けるための、マグネットが付いているスタンド、こういった内容になっております。いや、このカメラのサイズ感が絶妙でね、こう手で持つとこういうサイズ感で、重さもね、150g、約 150g ぐらいっていうことで、軽すぎず重すぎずっていうのがいいんですよ。こう軽すぎるとね、やっぱりコードに引っ張られてコロ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 カメラが倒れたりしちゃうので、こう机なんかに直置きして使う場合っていうのは結構鬱陶しくなるんですよ。軽いには軽いんだけど、すごい下の方に重量感があってかなり安定してて、こうコードを万が一ビーンって引っ張っちゃってもカメラがコロってこけるようなことってのはあまりないと思います。でこのカメラどういう人に勧めたいかっていうと、まあ、今ほらオンライン会議ってすごい多くなってるじゃないですか、このコロナ禍になってからかな。なのでそういう人とか、普段からオンラインで講座をする人とか、そういう人に向いてるかなって思ってます。あと YouTube のライブ配信なんかにもすごく向いてますよ。じゃあちょっと早速使い方を紹介していきます。使い方簡単すぎてすぐに説明終わっちゃうんで、聞き逃さないように気をつけてくださいね。接続方法、なんとですね、このパソコンの USB ポートにポチッと差し込むだけでカメラが勝手に電源が入ってパソコンとつながってくれます。で僕いろいろ試しました。ライブ配信でも使ったし、あとは LINE のビデオ通話ですね、それから Google Meet、それから Zoom なんかでも試したけど使うことができました。まあ、要はパソコンの内蔵カメラの代わりとして使うわけなので、まあ、どういったサービスでも利用することが可能っていうことですね。で今の話だけ聞いてると、まあまあ普通に使いやすそうなウェブカメラじゃないって思うじゃないですか。ちょっとね、僕的にね、これのすごくいいなって思ったところをまとめてきたんで読み上げてみますね。まずこのオブスボットタイニー 4K っていうこのカメラなんですけれども、 AI 搭載型のウェブカメラとしては世界で初めてジェスチャー機能が備わってるんです。まあ、ハンドジェスチャーって言ってですね、例えばちょっと僕がね、先日ちゃんまりとライブをした時に撮った映像があるんですけど、こちら、こうやって手上げてみ、そしたらね、あれだよ、追っかけてくれるよ、大輔さんを。マジ？そう、だから動きながら全然話しよう。あ、そう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 。できるわ。面白ちょっとルームツアーしていい？あ、うん、見たい見たい。はい、これ見ていただくと分かるんですけれども、こうやって手をね、パーで立ち上げることによって、自分の顔を認識してくれます。
で、ずっとね AI で追跡してオートフレーミングしてくれるんですよ。こう常に被写体が中心に来るように AI が追跡してくれて、このかなり速い速度で今歩き回ってるんですけど、このくらいの速度で動いてもしっかりと追跡してくれるんですね。これすごいですよね。だからあのウェブ会議なんかでこうホワイトボードでパンパンパンって指差しながらこう説明したり、あっちゃこっちゃ動いてっていう時もあのずっと自分のことをカメラが追っかけてくれるので、まあ、ワンオペで配信がしやすいっていうのが非常にいいポイントですよね。でそれからもう一つ、ハンドジェスチャーでズームインズームアウトっていうのができるんですね。これ今見ての通りなんですけれども、いちいちカメラとかパソコンに触らなくても離れた場所からこう手のハンドジェスチャーで操作ができるので、まあ、すごくスムーズでいいですよね。はい、ということで今別日なんだけど、今日はねちょっと曇りで天候が悪くてあのお部屋の中暗いんだ。だけどオブスポットタイニー 4K、まあ、見ての通りねこんな感じですごく綺麗に光がない場面でも撮れます。まあ、この辺りの性能素晴らしいですよね。それから無指向性マイクが2つ内蔵されていて、ノイズリダクションなんかも入ってるんで、あの音質が結構クリアな感じなんですよね。ほらパソコンのマイクでさあの会話するとすごい音ジャミジャミしてるじゃないですか。あれに比べるとね随分音質いいです。ちなみにねこれカメラを下に向けたら何も映せないようにすることができる、まあ、要はあのブラックアウトするのでプライバシーの保護の部分っていうのもすごく安心ですよね。よくあのあるじゃないですか、配信中にカメラ切り忘れてうんたらかんたらとか、あんなこともないっていうことなので配信者にも向いてるかなという印象ですね。音声も含む一切の録画をストップすることができるので、まあ、本当にプライバシー的にも安心っていう感じです。だってただこうするだけだもん、こう便利ね。まあ、その他にもスリープ状態のオンオフですとか、自動スリープ時間の時間設定なんかもできたりします。このオブスボット社のソフトと商品っていうのは常にアップデートもされていくので、すごくあの安心して使うことができますよね。こういうサポートがちゃんとしてるかどうかっていうのはすごい重要なのでね。はい、という感じでですね、普段からあのパソコンを使ったライブ配信とか、それからオンラインでのミーティングとか、そういったものがある方にはすごくおすすめできるカメラだなと思いました。まあサイズ感もいいですよ。このサイズ感なんで小さい箱に入れてこうパソコンと一緒に持ち歩くっていうこともできますし、あとなんといってもねこの重さというかバランス、重量配分っていうのがすごい僕の中で絶妙で、この下の方がやっぱり重量が重いっていうことでしっかりとこう安定してくれるっていうのが、こうちょっとコード引っ張ってもねガタンと倒れたりしないっていう、最初にも言ったんですけど、そこがすごい使い勝手良かったです。また面白いガジェットがあれば紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録してください。商品の詳細は下に貼っておりますので、そちらも気になった方ぜひ見てみてください。ということで本日は以上です。 See you!